ねえねえ、吉田先生の講義覗いてみない？どうして？物好きね。違うのよ、今日は何か素敵な聴講生が来るっていう噂があるのよ。え、本当？じゃあ行ってみようか。うん。ということで、本日も講義を始めたいと思います。私が当矢吹大学のマンマン教授吉田照美であります。じゃあ、彩子ちゃん早速講義に入ろうね。はい、吉田先生。ねえねえねえ、いいね。あ、先生待っててば、お自己紹介がまだしてない。ああ、そうかそうか、忘れてた。じゃあ、彩子ちゃん自己紹介してちょうだい。はい、うん、違うってば、いつもお友達の前におまたが自己紹介してるもん。あと言ったら、あやこちゃんはおまたの後だもんね。うるさいお前は、大体お前何なんだよ。あやこちゃんがね、来てくれる日はね、邪魔だから休めって先生言ってんだろ。なんで来ちゃうんだよ、学校に。ねえ、おまた皆勤賞が狙いなんだもん、ひどい。あーちゅうだよ。うん、そうですよ、吉田先生。私は後でいいですから、袋ちゃんに先に自己紹介させてあげてください。優しいね、あやこちゃんね。じゃあ、ほれ、そこのあのおめえだ、おめえ、ちょっと大差しろ、おめえは。うったとか、納得がいかない扱いだけど。なんで納得いかないんだよ、うるさいよ。みなさん、こっちはやる気大学のまんまん生と。はい、じゃあ、あの次はあのあやこちゃんだな。じゃあ、あやこちゃんちょっと言ってくれるかな。はい、本日吉田先生の講義を受けにやってきました藤あや子です。よろしくお願いします。うんうんうん、あ、やだ。え、なになに、痛い。え、どうしたの？うん、先生、私の机の上に画鋲が。なんだって？お前だ。こんな嫌がらせするのお前だな。あ、痛い痛い。お前ってそんなことしてないもん。ごめんなさい、私の勘違いでした。なんだ、よかったよかった、先生心配しちゃったもんな。髪の毛がトサカのようになった。何事もなかったってことでね、早速講義に入っちゃうかな、先生はな。先生ひどい、大股のこと針線で思い切りぶったから、ちゃんとごめんね、言ってほしいな。うるさいな、お前どっか行けよ。じゃあ、あやこちゃん、あの講義に入るからね。はい、いいね。今日は何について教えてくれるんですか？そうそう、あやこちゃんがね、来てくれる日の講義って言ったら、あれに決まってんじゃないの。あれだよ、あれ。あれって言われても、あや子わかんない。わー、かわいい。もう先生にジュンと来ちゃったら、たまんない。いやいや、机もげ持ち上げちゃう、これ本当に。悪いけど、いいから持ち上げても。おばたもわかんない。黙ってね、お前は。お前がそんなこと言うから、せっかくジュンと来たのに、かわいちゃったじゃないか。でね、あや子ちゃん、当然あれだな、美人に関する講義なんだよ。美人に関するどんなことについて教えてくださるんですか？あのね、美人コンテストであの優勝した女性が映画界入りした第1号の記録についてだね。これはね、あの昭和4年1929年のことなんだよ。なんというコンテストだったんですか？これがあれだな、映画雑誌キネマ旬報が主催したね、コンテストだったんだね。まずあの写真での応募がね、600名余り。で、あのキネマ旬報の社内でその25名に絞る予選を行っちゃって、その25人分の写真をね、銀座のデパートに飾ったわけだね。あ、せいぜい。そしたらデパートにやってきたお客さんが、その写真を見て投票したのかな？あ、何？デパートのお客さんが投票したんじゃないんですか？そうなのよ、あやこちゃん。でね、6688票のね、投票のうち1271票集めてね、鈴木藤子ちゃんという21歳の女性が優勝したんだよ。はい、そうなんだ。それでどの映画会社に入ったのかな？あ、どうでもいいだろ、そんなことは。うん、でもどこの映画会社に入ったのか、あやこも気になるな。でしょでしょ、それは重要ね、大切なことだから。これ気になって当たり前なんだよね、あやこちゃん。でね、日活入りしたんだよ。でこの頃ちょうど世間ではね、あの浜口内閣が誕生しそうだったんで、それにあやかってね、鈴木藤子ちゃんは芸名を浜口藤子としたわけだね。ところがね、これがラッキーだったんだ。さあ、どうしてラッキーだったんだろうかな。あやこちゃんへのクイズでーす。どうしてラッキーだったのかしら、わかんないな。あ、わかった。あの、おまたかんなんだけど、浜口首相の娘さんとかが藤子って名前だったんじゃないかな。ブーブー、正解。つうかな、お前が答えるんじゃねえ、あやこちゃんへのね、クイズなんだよ。娘さんが
不二子じゃないのかな。ピンポンピンポンピンポン、あやこちゃん大正解。実はね、後にこれ浜口師匠の娘さんの名前がね、不二子と分かって同姓同名ということになったために、ね、大変話題になったわけだな。さすがあやこちゃん、感が鋭いな。本当にもう先生、そんなに褒められるとあやこ照れちゃう。かわいいな、かわいいな、もう本当はおまたが当てたのに。でね、あやこちゃんね、この浜口不二子ちゃんはね、その後何本もの映画に主演してから、同じ日活の俳優と結婚して映画界から引退したのが昭和9年だったんだね、じゃあ女優さんとして活動したのはほんの4年か5年くらいだったんですね。そういうことなんだな。ということでね、今日の講義はここまでだな。終わった。で、そこのほれ、おめえでおめえ、なんかやっとくなんだろ、どうでもいいけど、ちょっと済ませろ、俺。あれだ、お前ってあやこちゃんのことかな。言わねえだろ、おめえったらおめえなんだよ。汚いお前だよ。汚いお前。いや、じゃあおまた先に閉めるから、バッチリやれ、あやこちゃん後でギュッて閉めてね。あぐ。おまた、今日もバーたまた一つお利口になっちゃったものね。ね、放送の裏でお前、定規で先生の頭叩いたらバカ野郎、ふざけんなって。定規で、ふざけんな。じゃあ、ウディアントさんやっていただけたら、最近はどうなんですか、はい、お好みの男性っていうと、有名人の男性で一人挙げていただくと、あれ、ちょっと前来ていただいた時は、誰だったっけかな。ね、あれだ。徳永英明ちゃんじゃない。そう、徳永英明ちゃんじゃないよ。もうそれ終わったんだよ。英吉ちゃんでもない。矢沢永吉さんでもないしね。ないし。あれ、福山雅治でもなかったっけ。違うんです。今誰ですか。ボンジョビ。ボンジョビなの。ボンジョビですか。ボンジョビファン歴はもうどのぐらいになりますか。長いです、結構。あ、そう。なんで気に入っちゃったんですか、ボンジョビは。やっぱりロック志向なんです、私。ロックが大好きで。そうですね。はい。じゃあボンジョビちゃんをですね、頭に描きながら、セクシーボイスでこれを言っていただくと、エコーがかかります。一つよろしくお願いします。藤あや子、今日もまたまた一つお利口になっちゃったものな。いや、普通がテンションまで上がってる。ほらほらほら。